うわはい、中山です。光コーチです。はい、グローブレビューということでね、はい、第2弾ですよ。前回一発目 X、アディダスですね、やりました、僕買ってますんでグローブは。はい、全部買ってます、はい、今回も SWS さん、はい、スポーツウェブショッパーズやったっけね、買ってますんでちゃんとね、はい、この前箱だって見せたじゃないですか。そうですね。なんで、なんか提供してほしいぐらいです。うん、今回はこれです。じゃじゃん、ナイキのマーキュリアルタッチビクトリーですね。あれですよ、ストラップレスです、はい、で今回は8000円です。8000円です。何号ですか？ミドルモデル8号ですね。8号です、はい、ちょっと僕1回つけていいですか？右手どうぞ。ナイキってワンサイズこうちっちゃいみたいなイメージがあるから、はい、私の方がちょうどいいかもしれない。ちょうどこんな感じですね。おお、な、色はなんていうのかな、こうパープルというか、なんかでパームは黒です。あ、でも別に入りますよ、僕全然。おー、ちょっとふわっとしてる。指がでも狭いから。あ、うん、でも言ってる意味わかる。僕多分サイズ絶対に僕合ってないんですよ。でもブカブカしてる、なんか前よりなんか全然ブカブカしてない。うん、私いつもこれだいたい8号ナイキ買いますもんね。8号買いますね。ちょうどいいですって言うんですけど、今回めっちゃブカブカしてます。指もめちゃくちゃ余ってます。おー、からまあサイズ調整されたのかな。そうね、うん、僕はね8号で指短いっす絶対。うん、でもここブカブカだからフィットはちょっと薄くなってるかもしれない。ここら辺はいいです全然、手の甲付近は。ちょっとボール貸して。グリップは、あ、でも取れますよ、うん、全然僕片手キャッチできる。ペタペタする感じではないですよね。ペタ、ま、なんだ今の手なんだ、両片手ずつつけてるから。そうそう、はい、こうしてもまあ落ちますよね。ただあのね、ナイキは毎回思うんだけど薄い薄くない？パームが ね、うん、厚みは感じない、うん、ここら辺とかもよく破けるとかっていうの言われてきたけどね、うん、これはしっかり縫ってきてるんで大丈夫かなって感じですね。改良はされていってるって感じですね、はい、じゃあちょっと、はい、キャッチしてみましょう。はい、はい、よいしょ、はい、どう？グリップいいですよ、なんかキャッチングしやすい感じあります。手の甲のなんか素材がすごい柔らかいから動かしやすいですね。あー、薄さとか軽さですね。軽量結構求められてましたね。でもなんかこう中にシリコンとか入ってるわけではないんで、はい、まあ、私がサイズちょっと一個大きいっていうのもあって、うん、中はガンガンずれてます。あナチュラルに今ずれてますってパンチングしてみましょうか。光コーチ、パンチング、はい、パンチングでも痛そうですね痛そうですね。開いた。あー、痛そう。ボール変えます。ボール変えます。あー、痛いね。やりたくない。はい、交代しましょう。はい。あ、でもフィット感は、フィット感っていうグロップ、グリップはすごくいいです。グロップ？グリップすごいいいです。グリップとフィット掛け合わせていく。ね。あー、でも。中ずれしますね。中ずれする？はい。ちょっと強めに蹴ってみようか。こうちょっと太いんで指先が。ああ。ああ、いいっすよ。体運んで。そう。ああ、いいね。ああ、ナイスキャッチ。ナイスキャッチ。ああ、いいね。ああ、めっちゃいいシュートしてしまった。うわ。情けない。もう一本お願いします。バン！絶対に切れてる。フレームアウトです。パンチング？パンチングしましょうか。あ、痛い。薄い。アディダスこれどっちが痛い？いや、変わんないっすよこれ結構。痛い。でもどちらかというとナイキの方が痛かった。
じゃあラスト。あ、これ痛い。ラスト。うわ、よいしょ。まだ。オッケー。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんで先生言ってんの。はい、今回のレビューはね、ナイキの、何だったっけ、マーキュリアルタッチビクトリーですね、はい、のミドルモデルということで、薄いんですね。キャッチの時どうでした、薄さとか。キャッチの時結構中ずれします。中ずれする、はい、ここの指先がちょっと太いんで。あ、横のね、これが太いんでね、はい、太いですね。で、実際にそのキャッチした時のこの衝撃とかはどうでした。衝撃は結構くるっすよ。くるよね、薄いからね、はい、うん、パンチングもですけど、パンチングはやっぱ縫い目があるから痛いと、はい、いうことですね。やっぱフィット的にはやっぱりちょっと落ちてんのかな。まあ、ナイキのね、このグローブをご検討の方はね、ぜひちょっと検討してもらえたらなと思います、はいはい、毎月1日と15日には、日本一ゴールキーパー学べる学校ということでね、はい、クラスファミリーの方が、ね、入会できますんで、今いろんなねゴールキーパースクールとかをリアルでやってますけど、あります、ね、オンラインでどこででも学べるんですよ、はいはい、なのでクラスファミリーっていうのは本当にどこに行ってもキーパースクール通えない人、お父さんお母さんと子供がね、悔しい思いをしながら、うん、次にねチームを見返してやりたい、変えたいっていう人がね、入会してくれてますんで、ぜひですね、そちらの方もね、概要欄の方から注目してもらえたらなと思います。それでは最後にチャンネル登録といいねお願いします。